はい、このボード線図から伝達関数を読み取ります。まず一番最初にこの左端を見てください。そうするとこれは、右上がりなので、伝達関数の候補は微分岐を持った KS とそれ以外の項の G0 チルダということになります。で、ここ左端からこの右の方をずっと見ていくと、これはまあ俺がないので、伝達関数は、この G0 チルダというのが1と確定しましたので KS ということになりました。ここですね。で、この傾きをチェックしましょう。今、きれいに通る数字をちょっと見てみますね。そうすると、この辺を通ってますね。で、次がここを通ってます。ここ、周波数で見るとこれ3、これ30ですね。っていうことなので、10倍周波数が進んだ時に、この数字を見ると20デシベル上がってるわけです。ですので、これは20デシベルパーデカードの傾きであるということが分かります。ここでチェックしたのは何かっていうと、もしここで、傾きがこちらの、あ、ここですね、この傾きが20じゃなくて、例えば40デシベル上がっていたとしましょう。そうすれば、伝達関数の候補がKS の2乗というふうになってしまいます。ですので、この KS の2乗とか3乗とかなのか、それともただの KS なのか、それを確認をしてみたということです。はい、で、最後に、適当な周波数の値を代入して、K の値を求めます。ちょっと邪魔なところを消してみます。今、例えばきれいに通る数字、ここですね、例えばここです。3の時に原因の大きさは20です。で、伝達関数が今、GS イコール KS と分かっているので、これの周波数伝達関数は JK オメガ です。ですので、この周波数伝達関数の大きさを求めると K オメガとなります。で、ここでこの3という値を入れた時に20デシベルですので、それが成り立つような関係からちょっと求めるということですね。式で書けば20ログ10の K×3 なので、ちょっと逆に書いて 3K っていうのが今20ですね。この20というのはこちらの20です。これを計算すると、ここが消し合って1です。ですので、3K イコール10の1乗ということで、 K は3分の10というふうに求まります。最終的に GS というのは3分の 10S というふうに求まりました。